はい。皆さん、こんにちは。今日はとっても便利なツール。J5Create の USB 用の JCH422 という商品をご紹介します。これは Windows と iPhone、iPad。この2つを使うのにはとっても便利なツールです。Apple の Mac と iPhone や iPad。これらを便利に連携するのには AirDrop というのがありまして近くにあればですね簡単にファイルのやり取りをできるということで Apple ユーザーはものすごく重宝にお使いいただいているはずですでも Windows と iPad というような使い方をしている人も僕を含めてたくさんいると思いますでもそれの場合はですね簡単なものなら Facebook のメッセンジャーとか そういうので自分から自分へ送ってですねそして iPad のメッセンジャーで開くもしくはその逆というのをやればなんとかファイルは送れますまたその他にもドロップボックスのようなクラウドのストレージですねそういうところに一旦送ってそしてそれをダウンロードそういう方法もあるでしょうでもネット経由ということになると iPad からまずはドロップボックスに送ってそして今度は Windows でドロップボックスを開くもしくは、まあ、自動でですねドロップボックスと連携しておくとですね Windows の決められたフォルダーに自動的にリンクするというのもありますがそれはすぐにリンクするわけではありません。そのファイルがどこににあるかによって、とてとも、 複雑なファイルのやり取りになってしまう。これは皆さんも経験済みだと思います。でも今回画面に出しました、まあ、Amazon サイトですけれども JCREATE の JCH422 というのはクロスリンクハブと言いまして Windows と iPad を直接つなぎます。Windows の方は Type-C もしくは Type-A でも 昔の Windows であれば Type-A だと思うんですけれどもそれでつなぐこともできます iPad の方は Type-C 端子のある iPad であれば使えますしそれは iPhone でも同じことなんですこれで何ができるかというと2つがつながったということはそれでわかるわけなんですけれどもファイルのやりとりをするときに Windows から iPadiPad から Windows というのが USB でリンクされていますのでとっても高速にファイルのやり取りができるようになっていますこれが一つのポイントですそして今度は画面の共有ができるんです Windows の画面をもう一つ増やしたい時に iPad に Windows の画面を表示するということができましてそしてそうやれば iPad というのはタッチパネルに なってますよねですから Windows をタッチパネルのような操作することができるということです今度はその逆です Windows に iPad の画面を表示したいこういうことができるわけですその時は iPad の画面を Windows から操作することはできませんまあ、表示するだけということなんですが大きさを自由に 表示でできるというのも一つのもつメリットです。そしてもう一つはこの本体のところに USB-C と USB-A の端子がそれぞれ USB3.0 の規格で付いていますのでここにハードディスクや SSDUSB メモリそういったものを付けることができるんです。ですから共有のデバイスというのを作れるので 単にやりとりだけじゃなくってそのストレージにお互いから保存ができる。ですから容量が大きくてもそこに保存しておくということができるんです。これはとっても便利ですね。例えば同じアプリを使っていてデータをそのストレージに入れておくと共有して使えるというようなことができます。例えば僕の場合でしたら動画編集ソフト ダヴィンチリゾルブのようなそういうソフトは Windows 版も iPad 版も使っているんですそういうような時に Windows のハードディスクに入れておくとですねまたそれを転送するというようなことが必要になりますけれどもいわゆる共通のストレージがあるわけですからそこに書き込めばデータのやり取りがとっても楽になります じゃあ話をしてるだけであったら面白くないので実際どんなものかお見せしたいと思いますはい今 iPad のカメラアプリで撮ってみせていますまあ僕はですね画面共有をしなくても配信システムに iPad の映像とそして Windows の映像をミックスしたりというような画面スイッチャーというのを使っていますから 今のようなことが簡単にできるわけです。ちょっと余談ですけれども、スイッチャーを両方見るような形にすると、こんな風な小窓で見せることもできますし、両方同時に見せます。このように半分半分に割って見せるようなこともできます。そんなま機、あ、材は持ってるんですけれども、この J5 クリエイトの JCH422 この機材は USB メモリーを挿してありますよねこれがストレージということになるわけですもっと大容量のストレージもつなぐことができるようになっていますこちらの方に USB-C 端子もありますので2つの USB をつなぐようにできるわけですじゃあ実際ですね この2つのデバイスをどのようにリンクさせるのか。まずはデータのやりとりの方からお話をしましょう。はい。今は iPad の画面を見せています。J5 Create のアプリをインストールします。インストールをしましたら、こんなような感じの画面になるわけですね。そして Windows の方にもデバイスドライバーというのをインストールします。 まあ、購入した人は、そのインストールを Windows にもやってください。Windows の方の画面をお見せします。はい。このようにしまして、この iPad の画面のクロスリンクというアプリを最前面にしておくことが一つの条件です。そして、Windows の方から iPad の方に移したいと思います。Windows の中で、例えばここに Web ファイル、 いわゆる音楽のファイルがあります。これを iPad に移したいということがありましたら、ここで右クリックをしまして、その他のオプションを確認というふうにします。そうするとここにクロスリンクシェアという右クリックメニューが出てきますので、これを押します。するとこのような画面になります。もし iPad が他のアプリを 立ち上げているとします、はい、同じように操作をしてもこのようにアイコンが出てこないということがありますもう一度 iPad の画面を見せますが他のカメラアプリを立ち上げているからですこれをもう一度このクロスリンクの方を立ち上げると自動的に Windows の方にもアイコンが出てきましたこのようにしまして共有というのをします はい。今、さーっと送りましたね。ファイルサイズを見てみましょう。約45メがありました。45メが自身はそんなに大きなファイルではありませんが、もうパソコン内でやりとりするぐらいの速さでコピーができるということなんです。じゃあ、どこに入ったかというと、はい。このファイルアプリを立ち上げます。そうしまして、この iPad 内というのを選びまして、 右上の方、ここにですね、クロスリンクというホルダーがあります。このホルダーを開けると、今のファイルですね、iPad の方では47.2メガになっていますが、このファイルを持っていけたわけです。これが Windows から iPad へのファイル転送のやり方です。今度は、このファイルを Windows の方に移してみましょう。その時の方法ですけれども、 ファイルを長押ししますすると「共有」という項目が下から3つ目にありますよね。これを選択します。すると「どこにやるんですか?」というふうに出てきます。僕は登録をしてありますので今4つ目のアイコンに「クロスリンク」というのがありますが最初やる時はないのでこの「その他」というところを選ぶとこの「クロスリンク」というのがあります。 というものが出てきます。ここでよく使う項目に編集をしておく。はい。最初はこれマイナスにして削除したらですね、クロスリンクが下の方に行きますよね。これをプラスをするとよく使う項目の方に上がります。このようにしておけば便利に共有ができるんです。もう一度やってみます。長押しをします。そして 共有を選びます。そしてクロスリンクを選ぶんです。するとですね、このように転送先を選択という風うにして、Windows のデバイスが表示されますので、ここで共有を押してください。この時、Windows の方の画面は特別何かをしておかないといけないとかいうことはありません。では、ここで共有というボタンを押します。 はい。これも一瞬でしたね。この共有というボタンを押したら、自動的にダウンロードホルダーの中に、このようにクロスリンクというホルダーができていまして、そして、ここに iPad からのデータが転送されているということになります。こちらの方のプロパティを見てみると、容量的には45メガバイト、このようになっています。 ここで iPad と Windows の容量とかに誤差があったとしてもそれは単純な Windows と iPad の計算方法の違いだけで大きな問題はありませんちょっと聞いてみましょうはいこのファイルは尾崎豊さんの Oh my little girl という音楽を ハーモニーテストのようなことをしたような昔のファイルだと思いますが、ちゃんと音声が出ましたね。ですから iPad から Windows の方にもちゃんとコピーができているということになります。はい。ここまでのことがファイルの転送のやり方でした。Windows から iPad、iPad から Windows。このように即座に連携ができるということです。次は、 iPad の画面を Windows に表示したいという時です。その時も J5 Create のソフトをこのように起動します。iPad から Windows へというこの画面になっています。ここでクリックをします。すると、こんな手のアイコンみたいなのが出てきました。これを押します。こんなブロードキャストの画面が出てきますので、ブロードキャストを開始します。はい、開始できました。 iPad の画面はホーム画面にしておきます。じゃあここで Windows に切り替えます。切り替えても同じような大きな画面が出ていますよね。ここで Windows の右の端の方にこれをウィンドウ表示するボタンがありますので、このようにすると自由に位置を動かすことができます。そしてサイズの方も変えることができます。 このようにして iPad を表示することができます。これで操作をすると Logic Pro の音楽アプリを立ち上げます。このように立ち上がります。今度は Affinity Designer のアプリを立ち上げてみましょう。ほぼ遅延なしに表示することができるわけです。案外サクサクできます。例えば iPad をシュッシュッシュッと 横にスクロールします。僕のシュッシュッシュを聞いてみてください。シュッ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 シュ。こんな感じで遅延なく表示することができます。今度は Windows の画面を iPad に表示します。また J5 Create のアプリを立ち上げます。このように立ち上がりました。今は 連携しています。iPad の画面に切り替えます。はい。この連携を止めるときは、投影を停止というストップボタンを押します。これでもう連携は外れています。Windows の画面に iPad は映ってませんよね。はい。じゃあ今度は、Windows から iPad というのが左の一番上にあります。その時に、画面拡張と、そして複製機能。 どちらも使えますが今日は複製をやってみましょう複製を押します3本の指を1秒間押すと終了ができますということですけれども最初だけこのような画面が出てきます次回から表示しないという風にすれば今度からはこの画面はスキップされるということです iPad の画面にウィンドウ表示として Windows が表示されました Amazon の画面を マウススクロールします。はい。こんな感じです。これも完全スムースというような大げさなことは言いませんが、まずまず早くですね、連携することができます。これも Wi-Fi とかを使っているんじゃないからですね、このようにスクロールもできます。もちろん iPad の画面はフルスクリーン表示にすると全体で見えますし、また 小さくこのようにウィンドウ表示することも可能ということになります。このようにして表示ができますので、いろんなことができるようになっています。いろんなことってどんなことでしょうか。今、僕の方は Windows の画面を操作しています。ここでですね、ホワイトボード機能というのがありまして、ここが大事だよとかいうようなことが表現できたりします。 例えば消しゴムに持ち替えました。するとこのように消しゴムで消すこともできます。まだまだたくさん機能というのはあるんですけれども、ホワイトボード機能までついてですね、Windows と iPad もしくは iPhone、これらを統合的に利用するということができるんです。金額の方はほとんどのところで1980円というような価格です。 ここには在庫がありません。ですから値段が出ていないんです。現代在庫切れです。このようになっています。楽天市場の方とかではちょっと価格も1000円ぐらい安くってようやく在庫が動きかけたようです。僕はヨゾバシカメラで購入しました。もしいいなと思ったら在庫のあるストアで探してみてください。今日は、 USB ハブ機能と Windows と iPad。これらを連携するとっても便利なツールをご紹介しました。今日もご視聴ありがとうございました。またねー。